どうも、おはようございます。藤ナッツ健でございます。さあ、今日はですね、リープデイという視聴者さんに勧められたゲームをやってみようと思います。ちょっとね、まだどんなゲームかは分かってないんですけども、なんかこのドット絵の感じがね、あ、好きだなと思ってね、ちょっとダウンロードさせていただきました。さあ、どんなゲームなんでしょうかね。始まりました。なるほど。おーい、ほいほいほい、これもマリオランスね。二段ジャンプまでできますよと、ワンタップゲーム。マリオの代わりにこの黄色いキャラクターですよと、まあそういった感じですね。さ、これまあ、コイン的なフルーツを取りながら上に登っていくよみたいな感じのゲームっぽいですね。オッケーです。まあ基本的にまあマリオなんか、まあコイン取る必要はないんで。さ、チャンピオン、違う、チェックポイントって書いてありますね。チェックポイント、これ入ったら、はあ、はあ、いやいや、ちょっと待って、チェックポイント入って課金を促される。ちょっとびっくりしましたね。なるほど。課金するとどうなるかちょっとわからないですが、とりあえずこれはいいですね。チェックポイントもこれ帰っていいのかな、帰っていきましょう。これなんだろうか。ちょっとわかんないですね。どっち押せばいいかすら。あ、よし。とりあえず、バツ押したら大丈夫でした。オッケー。フルーツ20個取ったら、なんか、あ、くそ。ほんで1からか。結構しんどいですね。フルーツ20個で、とりあえずチェックポイントのところでね、セーブができますよ、みたいな感じだとは思われますね。さあ、これを、スイッチオンして、これ意外と慣れるまで、ちょっと操作慣れるまでちょっと時間かかりそうですね。で、これ、まあ、広告見ると何かしらの、この、まあ、なんか、特殊能力が身につきますよみたいな感じっぽいですね。オッケー。とりあえずトゲとかに当たらないように、まあとりあえずスコンスコン上がっていきましょう。これなんだ。あ、ちょっと待って、これ下にあるやつが今のポイントかな。チェックポイント1個ごとにあれ1マス進むぐらい、いや2つですね。2つ、あー、くそ、あー、こっからか、しんどい。結構長いぞこのゲーム。チェックポイントという存在自体がね、もう甘えですよね。あー、くそ、まあ1から、もうしんどい。この敵ですよマジで。これベローンってくる、あー、もうマジでね、ここむずいんすけども、チェックポイントを取るようなやつはオカマなんで、いった！よしよし、これいけるぞ、これいける、よーし、来た、よーし、超えた。さあ、難関くせえところ超えました。さあ、これどういくかな。まあ、ここでぴょんぴょんか。あー、オッケー。フルーツさえ、あー、うわふい、ふい、よし、超えた、よし、よし、オカマになる。まあ、とりあえずでも無理なんでね。多分こっからだってまだ下のやつ見たら、6分の1ぐらいしかここで来てないんですよ。これもう無理なんで、もうオカマでいいんです。とりあえずね、自ら作った、あー、くそ、ほらほら、こっからですもの、楽勝。もう本当にセーブ余裕。まあ、これで、よし、いった、よしよしよし。ふい、あれ取りてえけど、まあ無理か。で、これ毎回セーブしてたら、多分、フルーツが足りなくなってくるんで、ここはちょっと温存していきたいところですね。よいしょ。あー、これ、いや、ちょっと待って、むずいぞ。しかも何回か死んだら広告出てくるっていうね。まあ、しかしこれは死んだ方が悪いっていうことなんで、広告がね、もう本当に飛行機の中では遊ばないようにしようかなとは思っております。これはもう死んだ方が悪いんでね。さ、これ、本当にだってこれマジで、一回も死なずにクリアしたら、広告一回も見ないで済むわけですから、こんな良心的なゲームはないですよね。さあ、ここですよ。ここまだクリアの仕方が分かってないが、これどうやって行くのマジで。ちょっと待って。ああ、オッケー、ここか。あ、オッケー。さあ、そして、こいつは、ちょっと、あなたは死にそうだが、ぴょんいんでいく。ああ、オッケー。よしよし、ニューチェックポイントまで来れた。さあ、こいつ踏んで、よしよしよし。よしよしよし。まだ行くぞ。まだ、ああ、ちょっと待って、これ、マジで無理じゃない？ベロンって来るでしょ？ここのタイミング、よしよし、よし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 、よし、うまい、俺多分うまい、よし、来た、よしよし、これもむずいぞ、また。ちょっと待って、これ結構難易度高いぞ、このゲーム。ぴょんからの、これどうやっていくの、マジで。あのフルーツ取れる設定にはなってるはずだから、ぴょんぴょん、あー、これむずいって、ちょっと待って、今気づいたけど、あー、もうここむずいって、スタート、このゲーム初めて、10分ほど、あ、ちょっと踏めるんかい、ちょっと、もうさあ、なんだよ、ザコ踏めんのかよ。もうマリオじゃん。よし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 、よしよしよし、ここ、ちょっと待って、10分経ってやっと3分の1だぜ。
いやー、これは長えなー。でもこれペース配分がわからんのよなー。どれくらいセーブをしたら、後ほど詰まるの、後ほどどれくらい詰まるかがわからんから、俺今セーブしすぎなんかもしれんし、もしかしたら全然セーブせずに頑張ってる方かもしれんし、ちょっとその辺がね、まだわかんないんですよね。一回ちょっとクリアするまでは、さ、このタイミングならいけるでしょう。さあ、よしよしよし、シルバー、よしよし、10分かからなかった。いや、ちょっとずつ慣れてきてる。よし、マジ。いやー、これは、あそこの狭いとこ多分無理だよね。どうやっていくの？ちょっと、マジで生き方わからへん。よしよしよし、まあね、あと2個、あと2クォーター、ちょっと単位わからんけど、あと2ついけば勝ちっていう状態です。よし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 、難関超えた。さあ、そしてこっちも、意外といけそうだぞ。これをちょっとタイミングちゃんと見て、で、ここでぴょんぴょん、よしよしよし、で、ここでちょっと粘りつつ、よし、いけるタイミング、よし、来た。ふぃ、よし。よし、これはもう余裕でセーブできるんで、よし。これでラスト関門ですね。最後ここ越えたらクリアってな具合です。これはスイッチを押してから、はい、なるほど。こんな感じと。さあ、そして、このなんかぐるぐる回ってるやつに当たらないように、早い、ちょっと待って、これ消えるのやたら早くない？ちょっと待って、最後の最後でこんな鬼畜なステージ持ってきた？ちょっとマジでちょっとまあクリアの仕方が見えないんですけど、いや、これちょっときついぞ。で、上どうなってんのこれ？いや、早い、消えんのマジ早いんですけど。いやー、なにこれ。なるほどな、まあ大体分かってきた。ちょっと待って、集中しよう。こっち行く、で、ぴょんぴょん、これも余裕で超えていく。さ、こっから、いや、これないよ、このレーザー。いやー、もうタイミング、いやさ、このレーザーきついて。あー、30分までにはクリアしたい。いいよ、いいぞ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 。いやー、乗るんかい、そこ乗るんかい。で、乗る。いやー、レーザー急げー。あー、くそー、あとコンマちょい。でも、まあタイミングが分かったから、力のぴょんぴょん。あー、いやー、でもいけるかも、いけるかも、いったいったー、イエーイ、30分以内にクリアー。これスイッチ押したらいいのかな。おい、よし、あー、そういうこと？これ、一日おきに新しいステージ出るみたいですね。なるほど、リープデイってそういうことか。毎日このクオリティのものが遊べるって考えたら、これすごいゲームですね。ちょっと落ち着いた日にちょっともう一回チャレンジしようと思います。最高記録ね、更新目指してちょっと頑張ります。うぃし、今日は前回ですね、30分ぐらいかかったんで、その記録を更新すべくちょっと頑張ろうと思います。前回ですね、ちょっとセーブのシステムとか、その辺をちょっと把握してなかったので、まあフルーツね、序盤から多めに集めてですね、なるべくこう小刻みにセーブできるように頑張って、で、前回結構ね、一番上のところでセーブして、フルーツ残ったんで、もうちょい、前回ね、結構チェックポイント飛ばしながら頑張ってたんですけど、そこまで頑張る必要はねえんだなっていうのも把握できたんで、まあ多分ね、余裕で、超えていけるんじゃないかなとは思います。まあゲームシステムも分かってますんでね。さあ、くそ。そうだね、まあこのゲームは終盤でだいぶ難しくなるのをもう知っているので、序盤はなるべくこうセーブ使いたくねえなっていうのはありますかね。とりあえずまあここはまあ全然簡単なんで、やっぱ今考えたらやっぱ序盤って結構簡単だったんだね。なのでまあちょっと落ち着いていけるうち、これは何だろうか。ああ、ワープワープまあとりあえず余裕でしたと。さあ、ここも、よし、いける、よし。まあ、65個あるんで、ここはセーブしてもいいかなってところですかね。よし、ちょっとこれは言っときましょう。よし、超えた。そしてこっちも避ける。 OK、 来た、よし。さあ、今回早いぞ。前回10分くらいかかったブロンズのところまで5分以内に来れてるんで、これはちょっと記録更新マジで狙えそうですね。あー、粘ったけど、くそー。ここは意地でもちょっと6のところまでは行きたいところですね。6のところまで、この木で、行きたいです。もうここは簡単なんでね。さあ、ここっすね。
さ、集中して、こっち壊しとけば、片方だけ壊すと多分後ほど詰まるから、ラッキーラッキーやっちまったと思ったらゾウ死なせてた、ラッキーさ、よし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 、だいぶ詰まってるけれども、ちょっとですね、ここは今フルーツがかなり少ない状態になってしまったので、使えないんですよね。なのでちょっとフルーツ使わずに、こうシルバーでね、もう何回もここまでは来てるんですけど、セーブせずにですね、まあ多分意外と簡単なんでね、さあここら辺もちょっと頑張ればいける状態、よし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 、タイミング見た、ちゃんとタイミング見た、 OK。 さあ、ここからはちょっと初見になるんですが、こんな甘えたところでセーブしてるようではダメですよね。よし、ということで、行きます。まだ行きます。トゲ出てくるからもう逆サイドをつかないとダメ。よし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 、初見でこれは頑張ってる。よし、さあここの上行きたいけど、これなんだ、なんかちょこちょこトゲあるな、ちょこちょこトゲ、当たるんか、今上のマスあったから大丈夫だと思ったのにまたこっからかい。攻略法がね、まだ見えてないんですよね。とりあえず、あいつは、当たりがちなんで気をつけて、ここ、あ、わかった。右側をあんまり溶かさないように、こっち側で頑張り、さ、おーし、いいぞ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 。とりあえず、ダーンボプルザーブ。こっちは壊しダメだから、よしよし、これでもう多分左はもう関係なくなる。さあ、これ避けて、あー、よし、いけたー、ここ大変だった。よし、とりあえず、あとステージ3なんで、5個どっかでフルーツ取れば、あと2個ともチェックポイントは、やっていいよっていう状態になりますね。さあ、よしよしよし、よしよしよし、これもそんなむずくねえな、もう時間かかってる。まあでもね、18分でここまで来れてるんで、20分以内にね、クリアできれば、まあかなりいい方なんじゃないかなと。まあ他の人知らんからなんとも言えんけど、とりあえずここも相当むずいっす。つららが無限に生成されるんで、よしよしよし、ここ超えた。これはどうだ、いける、左から、よしよしよし、超えた、ラッキー。よし、よー、あー、ふっふっふ、来てきて、来てる。よし、これちょっと20分以内あり得るぞ。よし、これがラスト。よし、ラストステージ。最後はどんなんだい？お、意外と、もうこのギミックだけならば、そんなむずくないぞ。とりあえず行こう。よし、20分以内に、20分以内に。よし、よしよしよし。さあ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 。とりあえず、ちょっとずつ溶かしていきながら、これの登るだけやから、まあ、トゲが上にありそうだなっていうぐらいですかね。言ったけどね。いや、もうこれさ、時間かかるし、これむずいぞ、意外と。ちゃんとゲームとしての難易度も高い。よし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 、まあ、いい、ゆっくり行こう。ここは、落ち着いて、ゆっくり行けば、多分行けるから、いや、しかし、ここでちょっとクリアしときたい。よしよし、よし、崩しにかかれた。さ、これで多分また上もトゲがあるから、上のあれに当たらないようにですね、ここは慎重に慎重を重ねていけば、そんなに難しいステージではない。よしよし、よしよしよし。ここは多分まだ上は、あそこ露出させるとトゲがあるから、しよしよし、こっちを、いいよ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 。俺はちょっとこう待つのが苦手だから、本当にちょっとその悪い癖だけをちょっと意識しながらですね、よし、悪くない。ただ、あそこ行くとトゲ当たってまうから、ちょっと飛べないですね。で、ここを壊していく。よしよしよし、よしよしよし、悪くないですよ。さあ、そして上、こう、あー、ちょっと待って、あれだ、今、右にトゲが見えた。これちょっと鬼畜な匂いがした。そう、もうマジでこのステージめっちゃ時間かかるやんけ。とりあえずこう行くでしょ。で、上行くと、とにかく右壊してしまうと全部トゲに、ちょっとミスってる。上壊してし、上を壊したいんですが、右壊すと多分トゲがめっちゃ出てくるから、あんまり、こういうことだよね。こういうことで、やべやべ、トゲがちょっとずつ出てきた、危ない。さあ、これを行く。いや、もうどう、いや、これ無理じゃねえ、マジで。ちょっと気抜いたらやら、
このね、序盤で時間取られて、あー上の段に来てから、もう、とりあえず、右側壊すとダメだから、なるべく上に働きかける。こうですね。はいはいはい、ゆっくり行こう。ここはゆっくり上を壊していく。で、ここで鬼の、上にもトゲー上を壊していくしかない。さあ、こっから1マス、あるから、いい形だったのに。慎重に慎重重ね、やべ。これもう無理かな。ちょっと待って、全部、あれ、トゲかな、上まで。もう無理。これはもう、だってどうしようもないもんね、もはやね。さあ、とりあえず上を、いい形できてる。で、こっからもう多分ここら辺でもうラッシュ仕掛けないと多分いけないんですよね。さあ、ここで、行ったらもう下落ちた終わる、下落ちた終わる、行ったーやったー。ちょ、待って、マジで最後ステージだけで20分以上かかったぞ、これ。いやー、これちょっと達成感すごいなー。ということで今日はリープデイというゲーム紹介させていただきました。毎日毎日マジでこれクオリティの高いステージを遊べるので、これね、ちょっと僕ゲーム配信者じゃなかったら真面目に多分毎日やってたかもしれないですね。ということで皆さん、ぜひともリープデイダウンロードして遊んでみていただきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。